社長すいません、やりづらいです。どうするわ、やりづらいわ、ひでえな。彼女テント張り替えです。テントの張り替え、はい、この張り替えを向こうまで走る。これ今三重県のサンシティってさ、はい、三重のままでかい、なんか、まあ、イオンみたいなもんだ。今日は珍しいコンビで、珍しい方たちが。メジャー運びだって、どこから運んどるよ。マジか、国家権力がなんかついでなんかあれやろ、なんか直毛シーズも書いた、直毛シーズなんかあ、運転表示なんて見に来たっすもんね。すごい、公務員の方々、一人一人公務員割引やってますので、そんな割引あったんだ。そんな割引あったんだ。めっちゃ覚えてる。どうか。あっという間に1、2、3、はい、すごい。全然足りなかったよ。すごい、なんか貸してくれるところみたいな、貸してくれる、もしくは売ってくれる人、足場調合次第、今もうかき集めてますんで、このうち青色はもうこれ全部ディースだ。アンチが全部だから青でディースだ。ワンちゃん サボってる感じしか出てないから、サボってるから。サボプンからしかいない。芝生かしかできない。痛くないんすか？もうその後だって何もうわーってなったらできないじゃん。水ぶくれになる。やばー。これずらせるんですか？一気に。どこ。これここの壁まで。もうやりたいが勝っとるから、社長の。せーの。すごい。半分目は違うじゃん。違う。全然。すごい、なんかちょっと触ってるだけの人みたいになったら。すごい、すごい、すごい、カンちゃんすごい。これ後で殴られるやつやん、こんなんカンちゃんとか言ったら。うん、怖いんだからカンタさん。もうこれ以上言えんよ、は殴られるといかんね。普段カンタさんに言われてる子だから。
だったら報告を受けて。ガンタさん怖っ。すごいやばい。またアンチが入るぞ。45歳おじさん頑張ります。絶対カメラ意識してるから決め顔しちゃったか。でも全然映ってなかった。なんかダンクシュート風な感じで。でもごめん、めちゃ申し訳ないですけど45歳のおじさん映してました。私もう力つけたら45歳おじさん。すみません、やりづらいです。どうしても向こうからね。ちょっと君がね、えいってカメラもね、なんかもうなんかもうおじさんたちがひどいよ。ハギだろ、おじさんたちってカンタの引っ越しは俺が言われるのわかるけど、おじさんとカンタ、おじさんとカンタさんが確か一個差ですよね。背中気づかれてるやん、めっちゃ。あるあるあるなんだ。何をニヤニヤしてるんですか、竹さん。誰が？ここにもこういうのが来るって計算しておくの。マジですごい。何年これ？またなんかあれだろう、寮の前に住んでるやつ、みんな手出しちゃうの。ヒエさんたち、寮、あ、寮じゃない、鈴政じゃないから、はい、なんか女の子住んでるの、ベトナムの子3人住んでるの、はい、女の子、はい、じゃあ鈴政の方がもう一個の方、はい、女の子3人住んでるの。話聞いてないんじゃない？聞いてない、聞いてないですよ。なんちゃ、ほんとよし、足も鈴政、6人、7人、7人アインさんたちが住んでる方9人じゃん、8人で、あ、2頭あるよ、はい、こっちに、ベトナム、女の子だ、はい、ベトナムの子だ、はい、みんな遊んどんの。あ、そうですね。まだ行ったやろ。あんまり行けないし。ご飯だけ食べに行けないし、はい、みんなでご飯食べたんだろ、はい、綺麗だなって、はい、な、一人、一人、はい、鍵も、あ、扉もあるよ。最悪。男の健康管理。魅力じゃねえだろ、男の健康。それじゃ今ここのカメラで朝5時半から見てるよ。ゆうさん。ゆうさん。今、正午でやってる。あんたさん、助けてください。めっちゃ頑張って、背中にしてた。こっちを強くやった。ちょっと今もちょっと上がってたっすけど、背伸びしちゃうのがくて、
でも結婚式場来てたみたいだと思うんですけど。そんな、そんな言うほどなんか怪しくなってきますからね。じゃあ違うところで。リプレイ撮れてないと顔映しちゃってたんで。もう一回4コマ目の時に。めっちゃ背伸びしてた。めっちゃ肩飛びてたっすよ。リプレイです。リプレイです。いいですよ。めっちゃ見てたっすけど。5センチ、3センチぐらい。じゃあ、たけさんも一緒だ。なんか、頭使わされますわ、こっちが。なんで？どうやって組まれるかわからない。レゴと一緒やんけ。いや、難しい。じゃあ、もう足場の方たちはレゴが得意ってことですか？得意なんじゃない？意外といい。ねいいそういう作業はできるですよね。考えて、なんか想像ができるですよね、多分。最近のレゴすごいすごい。すごい。これらのレゴ。なんかちょっとした。だったんだけど今のやつすごいですね。説明書聞いてたらこういう風にやったらここができるみたいなね。なんかもう休憩してる人いるんですけど、口が使えるかどうかな。休憩じゃなくね、座って居心地悪くないかとかね。うん、なるほど。確かにそれは必要かもしれない。一般人の気持ちになってるね。優しい。すごいですね、ヒューさん。ヒューさんもすごい頭使ってますね。だってここに、ここにこれやる、これだなって大体考えておくんですか？はい。すごいですね。それ3年半ってね、だって日本って。天才。すごいです。恥ずかしいですか？恥ずかしいってなる。もう慣れました？もう慣れました。じゃあこれからいいですか、いっぱい撮っても。ハハ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 ハ。飲み会、誰でもいいで、まあ、女の子っていうのもやらしい。飲み会募集で、例えばまあ大阪東京とか何でもいいで募集して、いろいろじゃあ名古屋だけの人とか、取り食限定とか、いろんな飲み会を飲んで、ちょっと女の子で。でも女の子いない。女の子参加ゼロ。参加ゼロ、女子の参加欲しいな。岩の瀬戸ゼロ参加。一応そこに名前を登録していてくれたら、そういう案内を出すもんで、あ、じゃあ私これ行きます、これ行きませんかって決めれるみたいな。不参加参加っていうのができる、うんうん、登録しとったらその案内が。そうです。あ、別にずっと参加しんでもいいし、別にあの登録料は無料だから。毎回参加でもいいし、しなくてもいい。なんで？多分少なくなる、減る減る。15人しかいない。15人。でも1回でお金あげたら。俺が100人ぐらいだったらね、ちょこちょこ案内出してる。名古屋でやります。いろんな職業の方来てくれてるっすよ。そうそう。で、ゴルフのイベントとかも案内を受けるじゃん。確かに。で、ゴルフのイベントとか、とにかくイベントのこと。あとはお祭り。お祭りってんのよ、ボンゴル。出店。出店を出す側ってこと？視聴者集めて、ボンゴル。めちゃくちゃ多い。焼きそば屋さんにカンタさんとか。なんでこいつやるんだ。なんか、やっぱ今思いついた。思いついただけ。タピオカ。
やべ、あとやばい、殴られるやつ。タピオカ。タピオカ。タピオカやべ。嘘でしょ、お前。わたがしにリュウジさん。すごい。すごい働いてますね。はい、ぜひ毎日確認してるから。まずは100人、あとまだ85人ぐらい必要なんで、85人ぐらい必要です。100人プラス条件は100人超えの女性美人超え。で、多分それ無理。それは無理。どこでも綺麗ですよ。じゃあ、女性がだって来ることがあるの。あれ、登録だけあるんですよ。最初、まあ、それはいい。で、別にそう、ね、そういう飲み会もある。カメラ恥ずかしくないよ。はい、カメラ恥ずかしそんないっぱいいるんですか、ヒゲさん。もうでもずっとザル、足場も組めるのよ。あんま組まんの。ザル運べよ、セッションは。別に紐を組んでると思う。組む。あ、でも、もうこれもうずっと一生懸命。何年の3年半。3年半。すごい。できる。3年半でここまでできるのすごい。3年半でできる。ベトナムで建設やってた。建設、ベトナム。仕事ですよ。建設業、仕事ないじゃん。じゃあ昔、日本来る前。五条の中、デザインの建設、建設も関係ないけど。で、工場系だったの。あ、なんで？主人みんな、根性なのか？ハート強いもんな。すごい。何歳？今年28。この前と奥さん。結婚しない？はい。日本に。何人目？いや、3年半の何人目？一人だけ。今の人が日本来てからずっと。はい。いやいや、本当、まあ、実習生、まあ、3年半、3号な。1号、2号、3号、まあ、ちょこちょこ動画でも実習生出てくるけど、まあ、力になるし、まあ、言い方厳しいけど、給料は多いだろうし、他より多いだろう。仕事毎日は忙しい。でも時給というか、単価もいいだろう。友達と比べて。そんなことない。もっと欲しいと思う。もっと欲しいか。奥だろ、はい、いいだろ、日本の方がいいだろ。ベトナム行けなくて、他の日本に来てるベトナム人逆にとかある、昨日がいいだろ、いいだろ。じゃあ前なんか文句言ってたから、何だあれあれいや結局部屋代で取るとか部屋代も安いだろうじゃん。あ、はい、そうだろ。すごい契約買っとんだろ。かわいい。なんか言わされとるみたいな感じだよ。優しいです。言わされました。はい、本当になんか安く使う要因みたいな感じでやるとなかなかやっぱ。でもうちの足場が一番きついっていうのはやっぱ関係性がみんなできとるもんね。すごい仲いいですね。本当にね。仲いい。逆に塗装とかは飛んでちゃう。なんか聞くね。まあ今ぜひね、まあ今特定技能実習生ビジネス、特定技能ってここからさらに5年おったら。さらに5年、10年折れるっていうのもあるし、他でうちで働いた5年がよそに来るとか、うん、どっかで5年間やった、3年間やった実習生がまた日本で5年間やれるとかいうシステムが今あるから、ぜひうちの事業ね、副理事、まあ私理事なんですけど、副理事がやってますんで、はい、俺がビジネスって言って怒られるで、その儲けをしたいとか、あくまでもこれを運営して、まあでもやるのはじゃあ俺はもう日本一の、
三井生徒定期の組合を作りましょう。なんかフランチャイズみたいでしょ。ああ。でもこれからますます日本人がやっぱ大変。今テレコムで修正 OK にできているところが多いから、スーパーチャンスかな。ぜひ登録、申請。まあ俺はあんまりちょっと詳しくわからないんで、副理事が優秀なんで。はい、見かけて。うん。何それも貼ってあるの、はい、問い合わせ先が。問い合わせというか、その応募、その何か質問する、その相談会みたいなやつができるところに応募するやつが。そう、相談ができるんだ。30分間無料相談。面対、対面でできる。対面できる。それをオンラインだ。オンラインで。うん、それで、応募先がある。それの応募先か。久々に足場の組み立て、はい、あんちゃん、佐々木まみんチャンネルと、はい、コラボで、コラボで向こう何もしてない。インスタもみんな近いやつ、結構投稿もやってるし、俺もちょっと最近、本当に2日に1回ぐらい投稿しよう。そうです、結構食いやろ。あ、まあ、加工がない。ぜひインスタの方よろしくお願いします。はい、お願いします。宣伝いっぱいあるけど、足場の話もしたし、はい、自然の話もしたし、飲み会もした。飲み会、これが一番大事。女性特に。女性、女性。で、女性20人集まったら、お土産企画、俺のお土産企画しよう。俺の、俺がやってって言うのはお前らだよ。俺じゃあ、ね。はい。こんな感じで、久々に足場で、まあ、話した。珍しいな、この話は。うん。なんまた面白いのがあります。まあ、はい、本当に足場の仕事も、まあ、今ちょっと本当断っとるもんじゃないですけど、材料貸してほしい。材料。もうちょっと貸したいとか余ってるから、ちょっとまとめて貸してほしい。なんかちょっとだけ一等分二等分じゃなくて、何千平米、三千平米分とりあえずドンと貸したいとか、で一年間貸したいとか、でちょっと、まあ俺はもうリース会社投資取るは投資取るんで、まあそこ通して借りてほしい。うん。ちょっとお金の心配があるかな。まあそういうこともできます。ぜひちょっとまあ売るのはちょっとあれだけど、リースだけでもっていうような、まあ安く借りるのに、俺もこれもうリースで組んでる。確かに。働きだもん。置いてたんで。近いかな。ぜひちょっとお年中に、ね、寝かしとるぐらいだったらっていう1年間に貸してみたいとか、はい、あるなら声かけてください。よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てねー。